ジャン・デルバンは、ベルギーの画家である、馬といる人物の絵を得意とした、ヘントの美術アカデミーの校長などを務めた。ヘントで生まれた。ヘントの王立美術アカデミーに入学して、歴史画や人物画の画家、カンネイルに学んだ。ブルッセルで、若い画家を指導していた、ジャン・フランソワ・ポルテールのスタジオでも学んだ。フランスやスペインを旅した。ヘントに、風景画家の伝。 ドイツと共同でスタジオを開いた。1883年に、ジェームズ・アン・ソールら、管理ツサロンの運営に反対するグループによって、設立された20人展に招待されたメンバーとなったが1886年には退会した。美術団体、ラリブレ・エスキティックや、クンストバン・ヘデンにも参加した。ヘントの王立美術アカデミーで教え始め、 1902年から1913年まで校長も務めた。多くの芸術家を育て、その中には、ギュスターフデ・デシュメトやアルベール・バール・トソン、フランス・マシリール、フリッツ・ファンデン、ベルヘイがいる。日本人、大滝次郎や小島・トラ郎をモデル版の下で学んだ。ありがとうございます。